はい、ですね、ちょうど松本インターを出たところですね、この先にですね、すでに迂回路があります。これ直進すると上高地乗鞍方面ですね。ですから、直進するとですね、新村の信号というところで、結構渋滞するんですね。ですから、もう少し行ったらですね、右に曲がることにいたします。ルートはですね、この通りとですね、このルートとほぼ平行に走る、ルートがあります。でそこはですね、どちらかといえば農道に近い道なんですけれども、そこをですね、ここの信号ですね、ここをですね、右に曲がることにいたします。長野大町方面って書いてあります。で直進は上高地方面っていうのがありますけれども、この誘惑に負けずですね、もう一度右に大町方面、に行きましょう。収穫が終わったですね、田んぼが綺麗ですね。はい、この藁の匂いが何とも言えませんが、快適ですね。やっぱオープンカーだとですね、どちらかといえば外の空気が直接入ってきますんで、匂いに敏感になりますね。はい、はい、小宮というですね、信号ですね、ここを右に曲がります。でこの堤防道路はですね、上高地から上田方面に抜けるですね、近道になってますね。はい、上高地から降りてくるとどうしても松本の市内に入っちゃいますんで、そこを迂回するようにですね、この堤防道路をこれ右に曲がると上田方面に行っちゃいますね。一部有料トンネルがあるんですけれども、松本市内をですねパスして、上田方面に走ることができる道路ですね。はい、右側がですね、あずさ川道路です。あずさ川ですね。はい、ここではまだ広いですね。はい、コースはですね、この右の方の、山のですね、こうくぼんだところですね、あそこの谷に入っていきます。あずさ川もあそこの谷から流れで出てきてますね。はい、今日はですね、あずさ川のあずさ川沿いをですね、右に左にですね、またぎながらですね、ずっと上高地方面の渓谷に入っていきます。はい、ここがですね、大和橋南という信号でございます。でこれを右に行くとですね、穂高ですね、安曇野が広がります。でこれを左に行って右に行って、農道に入ることにしますね。ここからですね、ノンストップの直線道路みたいな、飛行機が着陸できそうなですね、まっすぐな道が続いてますよ。はい、大和橋南をですね左に曲がります。この先が新村という信号で、そこで渋滞してますね。はい、でそこに行っちゃ元も子もないんです、ないんで、ここをですね、右に曲がります。そしてですね、この農道に入ってきましたけども、ここのですね、カーブミラーのところをまた右に曲がります。はい、真正面に乗鞍岳がのてっぺんがちょこっと見えますね。はい、あの谷を目指してですね、ここを走ってきます。ここだけちょっと一時クランクに曲がりますけれども、この先はですね、ずっとまっすぐな道が続いてます。今日はですね、まだちょっと朝が早いんで、まだ旗の町の中とかですね、新村の信号は、
まだそんなに渋滞してないと思うんですが、ちょっとですね、今日はご案内のために、この直線道路を走っております。朝早いとですね、結構ですね交通規制がかかってますね、はい。で普通の日でしたら9時以降でしたら、規制がかかりませんので、この道は走ることができますね。途中のですね、信号機のない、十字路も気をつけましょうね。こういうですね農道はですね、左右からですね、車が来てもですね同じスピードだったら動いているように見えないんですよね。ですからどうしてもですね動かないものというのは見落としがちなんで、何でもない十字路でですね出会い頭で、大きな人身事故になったりしますね、はい。そういうのをちょっと気をつけながらですね、直線道路を走っていくことにしましょうね、はい。ちょっと電池があるんであれなんですけども、夜ここを走ると左右のですね反射板がきれいに光りましてですね、なんか滑走路を走っているような感じがしますね、はい。皆さんスピード出してきますからね、本当にねおっかないですねおっかいかけちゃったったったうわ、本当にここはですね実は将来ここバイパスになるんじゃないかと思うんですが、旗町をですね、通過するですねバイパス道路になるんじゃないかと思いますね、はい。左側のですねこの森がですね、旗の町の森ですね。でここからこれはですね川のせいですかね、一段ガタンと下がりまして、それで畑がついてますね。でこの右側は安佐川ですね、はい。リンゴが赤く色づいてますね、見えますでしょうか。赤いリンゴはですね、綺麗ですね。これからいろんな種類のリンゴが、食べることができますね。リンゴといえば富士とかですね津軽にが定番なんですが、長野県に来るとですね、それ以外の種類のリンゴがですね何種類もありまして、非常に新鮮でですね、美味しいですねリンゴがね。でここのとこだけですね、直線道路行きましてみにゃっと曲がってます。でここをですね高速で曲がると結構危ないんでお気をつけください。このとこですね、はい。一応カーブミラーがあります、はい。大英産業ってありますね、はい。この農道を入っていきます。そして早めにですね、ここを抜けてしまった方がいいですね、はい、はい。これでですね、上高地につながる、メインの道路に合流です。今日はまだ朝早いんで、あまり渋滞しておりませんけれども、まだ観光バスも来てないですね、はい。